はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、では続きをやっていきたいと思います。今回はですね、召喚獣イフリートをちょっと取りたいと思います。このグランシェルト諸島ローディーンからですね、なんかイフリートの洞窟に行けるみたいなんで、ちょっとそれをやっていきましょう。で、まずはこの港町のなんか露店のおっちゃんに話しかけて、なんかもう一つの港町に行くみたいな、なんかそんな感じみたいですね。露店のおっちゃんはドイツかっていうと、確かこいつだったかな。オードルコを知っているかい？でっかい火山のある島の港さ。なるほど。で、こいつに話しかけて港の、船のところに行くと、結構前ですけど、なんか船は準備中だみたいなことを言ってたやつがいて、そいつのね、準備が終わってるみたいなんですよ。こいつこいつこいつ。火山島に行きたいのか？それならこっちの船に乗ってオードル港に渡る必要があるぜ。今なら特別にタダで乗せてってやるよ。オードル港に向かうかい？はい。てか、なんでタダなの？船だろ？結構お金かかると思うんだけどな。ただほど怖いものはない。おお、新しいところに行ける。だいぶ長旅だな。ここか、オードル港。この火山島っすね、火山島。ここのなんか真ん中のところに祠みたいなのがあるから、ここがイフリートのいるところなのかな。で、オードル港に入って、あとはこの町にイフリートの情報を持ってる人がいるみたいなんで、まあ、そいつに話しかけると。で、そいつは誰なのかっていうと、子供ですね、子供。子供から情報を得る。ま、情報量にオタチン100ギルくらいあげてもいいかな。こいつかな。火山の中には洞窟があるんだ。一番奥にイフリートがいるんだって。封煙の洞窟、炎風か、炎風の洞窟に行けるようになった。すっげえそのままだな。よし、じゃあ行くぜ、イフリート取りに。おお、道が。でもさ、この火山の山登っていくの超大変じゃねえか。あとは敵がどれくらい強いか。てかさフィーナほったらかしだよね。おい、レイン、ここに来たからには幻獣と戦う覚悟があるんだな。あるある。仲間は多い方が心強いだろ。そうだそうだ、念のために言っておくか。ここにいるイフリートは極めて獣に近い幻獣だ。セイレーンのように美女でもなければ話が通じる相手でもないぞ。なんだって。そうなのか。お前は何も知らねえんだな。騎士になる時の座学試験で学んだだろう。座学試験があるのか。よくレイン通過できたな。何にもわからなそうだけどな。それでも騎士に合格できるんだから、お前は大したやつだよ。マークシート式だったのかな。記述式だったら完全に終わってますよね、騎士の試験が。マークシートだったらまあなんとかこれかなっていうのでわかるけど、じゃあ洞窟入り口行きましょう。まあ、消費体力5なんで多分いけるな。ちょっとフレンドレオンは最後に取っときたいんで、ガーランド連れてくか。てか、メンツこれでよかったかな。あいつが入ってないな。ラスウェル外してカインにしたんだよな。これ絶対ラスウェルのブリザラが役に立つでしょう。熱いラスウェル、俺に言うな。溶岩の中で熱くないわけがないだろう。お前の暑苦しい服装を見てると余計に熱くなるんだよ。言いがかりはよせ、俺だって熱いんだ。じゃあ防具全部外そっか。ウォータラ。レインはちょっと攻撃だな、そうすると。ファイラしかないから。ガーランドって何があるんだ？こいつもファイラか。じゃあストンラで行こう、ストンラ。ストンラってどんな名前だよ。クエイクとかじゃないんですね、そういえば土は。うわー、自爆してきた。いくつ当たる？
395、結構当たんな。そして頑丈な宝箱を置いてった。ちょっと次カインじゃなくてラスウェルを入れましょう。おっと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 、ちょっとオート戦闘になった。まあいっか、一ターンで倒せるんで。結局ヒットポイントは全部吸収されたな。おお、また自爆してきた。これ結構くらんじゃん。560か。ちょっとオートバトルを外そう。いや、いっか、一体ずつ処理してこう。確実に。おお、また自爆してきた。534。次ケアルラかけるか。でも自爆してくれればその場で倒せますからね。それは楽だな。まずはケアルラで、あとはちょっとボム狙いで、やられる前にやれ。あとは安心だ。この魚みたいなやつ、なんで溶岩の中に魚がいるんだよ。このコウモリとかも炎耐性があるコウモリなのか。だってさ、背景にさ骸骨みたいなのが置いてあるよ。完全に焼け死んだ後だろう。経験値2000か、そこそこあるな。お、光の石塊を手に入れた。これあと少しでいけるんじゃないか。で、ちょっとホームに行って、あ、そう、レインは、もうすでに進化させてあります。星4になってますね。で、こいつの装備をちょっと一旦外して、で、ラスウェルと入れ替え。ラスウェルは、まだ星3っすね。まあ、レベルはマックスですけど。で、最強と。そう、こいつ、虎徹が装備できるから、結構攻撃力上がるんですよね。よし、じゃあ、このメンツで、行きましょう。次は、灼熱の道みたいな。誰を連れていこうかな。ブリザラを使えるやつがいいな。これ、見れんのかな、長押しすると。見れねえし。ちょ、待って。お前を連れていくとは決めてはいない。まあシャントットにするか。レベルマックスシャントット、こっちの方がブリザラ覚えてそうだな。まあアンジェルムはウオタラにして、クルルはサンダラで、ラスウェルがブリザラ、シャントット、うん、あるな。あ、このポイズンバットにブリザラが効くかって言われたら普通だろうけど、できれば一ターンで倒したい。よーし、ナイスだ。おお、なんか変な心臓みたいなやつ普通に攻撃しちゃった。まあいいか。そう、これね、オートをちょっと解除しとこう。設定、オート継続はオフ。オートが続いちゃうとまた攻撃しちゃうんでね。ボム自爆しねえだろうな。大丈夫か。つっつくと自爆すんのかな、こいつ。爆弾岩みたいに。爆弾岩のメガンテも脅威ですからね。こっちのメガンテはさ、リスク高いのにさ、敵がメガンテ使うのはずるいよね。これ一旦で倒せっかな。ウォーターじゃなくて、ウォータラ。で、ルナもちょっとフロストシュート使って、サンダラ。で、レインはな、さすがに無理だろう。ファイラ使うくらいだったら攻撃だよな。あれ、
ああ、弱点か、ブリザラ。ウォーターは弱点じゃなさそうだな。よし、4分の4。で、もうリピートしよう、これは。一旦でいけるでしょう。OK、OK。イフリートは炎の攻撃を使うんだろう。そうだな、炎の幻獣だからな。なんだ、きちんと覚えているじゃないか。この溶岩の中で炎の攻撃をされたら余計熱くなるよな。だからなんだ。せめて服を脱いで見た目だけでも涼しくなるか。てか鎧とか金属とかだったら超熱くなりそうなんだけど。確か今アイアンアーマーとかっすよ。普通に鉄の鎧ってことでしょ。もう触っただけで熱そうだけどな。お、なんだ、トラストボーナス。あ、そっかそっか、あいつのトラストが上がったってことか。で溶岩道。ん、ちょっと待って、ちょっと待って、バトル数4。これどこだ。溶岩道がもうすでにボスなのかな。ちょっと見てみようっと。まだかな。ノーパン仮面ってウケんな誰を連れてこ、ちょ、こいつ連れてってみよう。セリアスレベル26か。さてこいつはもうサクッといくか。ここはラスウェルが役に立つな。セリアス、あー耐性アップか、なるほどね。バファイラ、うーん、これはちょっとイフリート戦で使いたかったな、どっちかっていうと。なるほど、こいつは緑魔導士か。そうなると緑魔導士の強いやつなんだな。バファイラがあれば多分だいぶイフリートの攻撃防げるんじゃないか。またボムか。もうリピートでいいや。あ、攻撃しろ。自爆、やっぱりつっつくと自爆すんなこいつ。おお、クルルはヒットポイントが少ないのに。ボムがいたら回復させよう。シャドウとかいうやつになってる。攻撃入るかな。普通に弱い。バーバラス、やっぱりラスウェルの攻撃力高いな。レベルマックスだけあって。おっと、ボム軍団だ。ボム軍団はちょっと1体ずつ処理していこう。完全に1体をリンチする。うん、大丈夫だな。つっつかなければ大丈夫だな。よし、殲滅完了。ここでな、ラスウェルを覚醒させちゃうとレベル1に戻っちゃうんで、この戦いが終わったらちょっと覚醒を見てみよう。そろそろアイテムも溜まってそうだしな。君の力になるよ。すまん、俺の力にはなれん。マグマの滝、超嫌だな。そんなとこ入りたくないよ。ノーパン仮面連れてこっかな。ノーパン仮面何レベル ?35 レベルだ。ちょ、ノーパン仮面連れてきましょう。名前がいい。いいセンスだ。あ、なんか敵が変わってきてる。ちょっとここは魔法主体にして。バッツって何キャラなんだ。攻撃キャラか。おー、ブリザード剣、魔法剣キャラなんだな。ブリザード剣使うか。じゃあウェアドラゴン、ちょっと、おお、解放者。
一体か。まあこれも小さいドラゴンですね。なんか牙みたいなの落としたな。おっとウェアドラゴンがいっぱいいる。これはちょっとまた全体攻撃を主体に。おお攻撃しちゃったよラスベル。しょうがない、攻撃してしまったものはしょうがない。このタッチミスっていうのが起きますからね、つい押しちゃうみたいな。両方倒したかなこれ。よーし、あのさ後ろに出てきたアイテム毎回気持ち悪いんだよね。なんか虫の集まりみたいなやつ。とラスエルブリザラにして、ウォタラのサンダラのブリザード剣、よし行け。お、これウェアドラゴンも倒したな。見えない一撃。別に見えなくてもさ、見えてもさ、結局ダメージを食らうんだから、どちらっていいよ。バトル4。リピートでいいや。てか攻撃か、普通の。あ、爆発ない？これ自爆系？そういうわけではない。よーし、次がイフリートかな。そうするとバッツなかなかかっこよくなってんな。誰もレベルは上がらない。竜の牙だって、竜の牙。お、トラストボーナス。トラストボーナスって何？ 0.1% 上がったってこと？おお、消費体力7、ギリギリだな。5で来るのかと思ったら。じゃあちょっとフレンドレオンを連れてくか。なんかシブワっぽいの装備してるし。頼んだぞ。フリオニールって何キャラだ？イフリートがいる。グオー、我が眠りを妨げるは誰ぞ。なんだ、喋れるじゃないか。なら話は早いイフリート、俺たちに力を貸してくれ。が聞こえぬ、何も聞こえぬ。そこの者、我が声が届くならばこの炎ごと我を撃て。この忌まわしき炎のくさび、炎のくびきより我が体を解き放ち、何時の力とするがよい。どういう理由だ。でもイフリート一体か。ちょっとまずは普通に行くか。まあウォタラだな。ウォタラが効くかどうかって言われたらあれだけど、ちょっとライブラをかけてみよう。最初にブリザードとウォーターの違いかな。あー、ブリザードだけだな。水には弱くない、氷だけだ。ってことはブリザラかけて、クリオニール何がある？マヒルかな。レインだな、ちょっと。パワーブレイク使うか。ルナは何かあるか？一応狙っとくか。よし、これで行こう。パワーブレイク。パワーは下がったな。89。はい。おーっと、全員か。まあ、まだいいかな。一応、ウォタラの、狙うの、もう一回パワーブレイクして意味あんのかな？もう一回やっとこう。なんとなく。強がっとこう、こいつは。ラスウェルは、プリザラ。フリオニールが微妙だぞ。ちょっと、麻痺させられなければ。結構連れてきた意味がない。てかそろそろ倒せそうだし。
これはこのままガンガン攻める。いけ、残るか倒せるか微妙だな。倒せないか、まひってんな。さよならだ、イフリート。地獄の火炎を使われるまでもなかったな。まあラスベルがね、だいぶレベル上がってるんで、なんか落とし、かなり普通のアイテムっぽいな。生命の種、経験値も500だけか。おお、長きにわたる炎の封印は解けた。名役を果たし、何時らの力となろう。これで2体目の召喚獣イフリートっすね。おお、石になった。そうか、そういう演出だったっけ。幻獣イフリートを手に入れた。イエーイ、あいつも熱がってたな。そんな能天気なものか。イフリートは炎によって封印された幻獣なのだ。恐ろしい話だな。こんなところはさっさと抜け出そうぜ。帰りはタダで帰れるからな。自分で帰る必要がないっていうのがまだ楽だな。ステージクリア。お、ラピスが100個。おお、レインレベルアップした。生命の種、 OK。 じゃあちょっとラスウェルっすね。ラスウェルのこいつ覚醒できっかな。アイテムが足りん。何が足りない。先住の肉。肉20個も必要なんだこいつ。16個所持、あと4つか。まあしょうがないかな。じゃあちょっと召喚獣を見てみますか。せっかく手に入れたんで。幻獣イフリートレベル1。幻獣強化、炎系だよね多分。赤の魔石、これが3つあるからちょっと使っちゃおう。レベルアップ。おー、どんどんレベルが上がっていく。5レベルまで。ちょっと2つあるからもう1個使っちゃおう。6。なるほど。あとは、お押してしまった。なんてことだ、ひどい。まあいいか。とりあえず7レベルまでアップしたんで、こいつを誰につけるかだな。まあそれは後でゆっくり決めるか。というところでイフリート手に入れましたので、今回はこれで終了して、また次回、物語の方やっていきたいと思います。